東京に出て2年、僕の生活は荒れていた。自動車修理工場に勤め、髪も赤く染めた。でも富良野のことを忘れたわけじゃなかった。誰か知りませんか？お長にあた2万円今朝会ったんで見たんだもん。俺、おい、俺たち疑ってるのか？そうじゃないけど。お札を返せ。あの札誰に渡したか知ってるんだ。水だ。さっきの迫られて今井殿か。じゃあみんざいさん、今日赤漫が渡したって一品札、普通の札じゃないから。隅に泥がついてて、それと日付が1987年3月21日、開いてみれば分かりますから。何言ってんだ、バカ。水谷さん、この俺には買ってないけど、すぐ払います。もしもあれなら、3万払います。2枚あったでしょ？持ってたってやるか、てめえなんかに。鏡で見てみろ。その髪で富良野にお前帰れんのか。何も知らずにお前に期待して一人で頑張ってる親父さん、どう思う？喧嘩の原因は聞かないんですか？原因は何とか、そういう問題か？え？今度その喧嘩の原因が何だとか、そういう事件の問題じゃないだろ。お前がどうしてこうなったのか、いつから不良になっちゃったのか。俺は不良じゃない。自分でそう思っていてもな、世間から見れば。俺は不良じゃない。俺は不良じゃない。中学を出てすぐ、私は旭川の看護学校に入った。その当時私は富良野の実家から汽車で通っていた。ゆうちゃんに会ったのはその汽車の中でだ。今考えると微笑ましい初恋に私はたちまちのめり込んでいった。下全部脱いでこちらの台に上がってください。
こちらへ。恋をしてる時の会話の中身なんて考えてみるとどうでもいいことだ。そんなことより一緒にいること、一緒の空気を吸っていること、そのことだけを大切に感じる。そしてそれ以外の一切のことは自分の思考から駆け落ちてしまう。その時私は目の前に迫った別れの時だけが心を締めていた。俺はずっとフラノにいてんだ。ゆうちゃんが帯広の大学に受かった。ゆうちゃんが帯広に行ってしまう。そしてそのまま3年が過ぎ、私は准看護婦の資格を取って旭川の病院に勤務していた。富良野には全然帰ってなかった。帰ってはいなかったけど富良野は通っていた。ゆうちゃんが帯広の大学にいたからだ。旭川から帯広に行くには富良野の駅で乗り換えなくちゃならない。乗り換える時いつも心が痛んだ。ここに父さんがいる。ちょっと時間を割けば父さんに会える。だけどゆうちゃんと会う時間のために私は父さんと会うことを避けた。入隊したんだ。行こう行こうって思ってたんだ。少し落ち着いたら必ず行こうって。今はまだ入りたてで教育機関だから、もう少し落ち着いたら必ず行こうって。親父さんにはでっかい借りがあるしな。正吉くん、一つお願いがあるの。今日ここで会ったこと父さんに内緒にして。お願い。いいよ。ありがとう。今日富良野に帰らないのか。ずっと富良野には帰ってないわ。私今旭川の寮にいるから。それじゃあおじさん一人で住んでるのか。正吉くんはその後間もなく父さんのところへ行って泊まったらしい。酒こう怒らないでほしいんだけど、これ受け取ってください。なんだこれ。金です。どうしてお前が金くれるんだ。あげるんじゃありません。貸してるんです。お袋がおじさんに迷惑かけた金。それから
俺がいた。まるたこや、ほんのわずかです。これからゆっくり少しずつ返します。あの時期俺おじさんに育ててもらって、俺も息子だと思ってますから。嬉しいな。これね、でみんないりゃよ。もう一人の息子、どうしてるかな。もう一人の息子は東京にいて、最悪の状況に落ち込んでいた。タマコ、僕にとって愛も何もなく、ただ欲望の吐け口だった女。それがないの。ないって。あれがトモ、僕が人生で聞いたこれまでで一番怖かったセリフ。それは父さんまで巻き込んだ。謝っちゃおう。とにかく何言われても絶対逆らわず、ひたすら謝ろう。ね、二人で謝れば何とかなるさ。しょうがないじゃん、それっきゃ仕方じゃない。父さん、謝るの年季入ってるから。いつまでそうやってるつもりかね。頭を上げてくれ。話もできねえ。あんたはとにかくすっ飛んできた。それもあんたの誠意なんだろう。いいんだ。あんたには娘さんいるのかね。はい。なんていう名前だ。蛍っています。いくつだ。15です。想像してくれ。その蛍さんがどっかの不良に引っ掛けられてはらまされた。あんたその時どう思うかね。あんたはさっきから誠意と言ってる。あんたにとってはこうやってることが精一杯の誠意かもしれんが、
こっちの側からは誠意に取れん。誠意って何かね。もしも実際あんたの娘さんが現実にそういう立場に置かれたら、もういい、わかった。そうして父さんは誠意を示そうと立てかけていた家のための100本の丸太を売ったんだ。丸太売ったって本当か？早いな。あの丸太全部売っちまったのか？いいんだ、それより中じゃいいことあるか。うちやめんのか？いや、やめん。やめんたとま丸太売ったら。丸太使わんでも家は建つ。ただで使える材料見つけた。ただの材料？東大元暮らしだもんな。中ちゃん、ここからずっと見てみろ。俺ら見慣れて気がつかなかったけど、あそこにもあそこにもあそこにも石の山がある。俺は木は捨てて石で家作る。全部石でか？そうだ。それから父さんの取った凄まじい行動のことは後で知った。父さんはまず手掘りで井戸を掘り出したんだ。大昔の人がやったみたいに。その年の暮れ、久しぶりに僕は富良野へ帰った。おかえり。ただいま。よく帰った、その日はちょうど札幌から蛍が帰ってくる日でもあり。おかえり。ただいま。おかえり。お兄ちゃん、まず、ザジーにご挨拶。あ、先生待っててくださるから。あ、そこと、それと、これ、お前から直接先生に渡せ。お世話を買って、お前から直接先生に。父さん、あの、紹介する、阿久裕二さん。ああ、お兄ちゃん。裕二です。あ、純です。そういうことか。参ったな、ほら。あの、うちに一緒にいらっしゃいます。いえ。父さん、ちょっとお話があるの。あ、そう。あ、いいよ、うちって話そう。だけどその前に、これから人に会わなくちゃならないの。その前にちょっとお話したいの。すぐ済む話なの。どっかそこらで。蛍ちゃん、無理に。すぐ済む話だから。蛍ちゃん、せっかく。いいの。車借りるよ。どこ行くんだ？ちょっとすぐ帰ってくる。
札幌に出るの。富良野には戻ってこれないの。ゆうちゃんのおじさんが札幌の病院にいらして、そういう風に話進めてくださったの。だから春から札幌に出るの。生還の資格はどうしても取りたいの。そのために札幌の病院に行きたいの。富良野には戻ってこれないの。ごめんなさい。すいません、引き止めちゃって。
何ですか、謝って。ありがとうございました。ありがとうございました。おじさんが夜中に来てくれなかったら、それと犬を抱いてたのが良かったみたいです。犬がいなかったらダメだったろって。明菜が現場に行ってくれたから運が良かったです。それは違うな。それは違うよ。これは運じゃねえ。これはあいつが自分で生きたんだ。これ見ろ。見てみろ、ここ。あいつは下半身の動かん体で、多分そっからシートを引っ張り屋根作って雪から身を守り、スコップの上削ってあるだろう。おまけに燃やそうとまでしてる。あいつは自分で生きたんだ。お前ら若いもんにこの真似ができるか。お前らだったらすぐ諦めとる。諦めてとっくに死んどる。あいつはすごい。たった一人で俺は涙が出る。その年僕は富良野に戻り、代わりに蛍を札幌へ出した。東京にはもう
全く未練はなかった。富良野に帰って僕のついた仕事はゴミの収集車に乗ることだった。最初のうちは僕はその仕事に実はかなりのコンプレックスを持ってた。だって僕はもう24だったし、先の見通しなんて何も立っていなかったからだ。家は去年自衛隊を退官した小吉と二人で町のアパートに住んでた。やめてよ。この風呂中でそういうことばかり。レイとはうまくいっていなかった。もう結婚すれば。その大人と代わりにもう一人の女と出会った。うん、大丈夫。ねえ、お茶飲んでかない？今会ったばっかでいきなり俺か。コドインド。私の名前はね、コ沼シューです。コ沼シュー、僕より父さんがすっかり気に入った。僕がホタルのボーイフレンド、ユージ君から呼び出されたのはその頃だ。事態の分かったのは昨日の昼間です。街でばったり彼女の同僚の看護婦さんと出くわして、その人から初めてホタルちゃんが先週病院を辞めたことを聞いたんです。辞めさせられたんですか？いや、自分から辞めたらしいです。何があったんです？恋愛問題です。いわゆる不倫です。相手は学生時代彼女の世話になった大学病院の医者で、その先生も家を出てるそうです。そのホタルが突然アパートにやってきたのはそれから1週間ぐらい経ってからだ。ホタルちゃん、今夜は泊まってけんだろ。これから新徳行って記者になるの。新徳2時31分に釧路駅が通るの。釧路に行くのか。相手の医者も一緒にか。先生はもう行ってる。いくつなんだそいつ。43歳と8ヶ月。どんな野郎だ。評判のものすごく悪い先生。でも
の手術ではほとんど名人。チェロ弾くのよ。ユージと仲良くしてたんだと思ったさ。そう、ユーちゃんはあいつ泣いてたぜ。元気ならいい。前が男作っても元気でいてくれたらいいっつって。ひどいね。私住所決まったら必ず連絡すんだぞ。俺だけじゃなくて父さんの方にも。これまで見たこともない大人のホタル。大人の女がそこにいた。こうやって子供は大人になっていくんだろうか。黒板さんのお宅ですか？そうですが。ホタルちゃん、こちらに見えてないでしょうか？ホタル今根室の方にいますが。こういうこと私どう話していいかわからないから。主人今ホタルちゃんと一緒にいます。同棲しています。駆け落ちしたんです。先生に持ってって。いい、そんなこと。持ってって気持ちだ。
して僕にも試される時が来たんだ。教えてくれ。俺が付き合ってる彼女のことで、なんかお前本当は知ってんじゃないか。教えてくれ。ちょっと待ったろ。いつかお前が持ってきてくれた雑誌だ。彼女だろ。髪型は変わってるけど、森田茜、ね、AV にも何本か出演してるって。見つけたんだ、富良野のビデオ屋で茜モデルって。借りてきて見たんだ。仕事ってのは好きじゃないってこと。隠されっと帰ってきなかんな。私が何を隠してるっていうの。隠してないならそれでいいよ。それから僕はなんとなく柊と会うことを避けるようになった。柊もそのことには気づいていたと思う。でも柊はその僕に関係なく父さんのところへ行っていたらしい。凍っちゃいましたよ、明菜ちゃん。水凍らした。風呂に浸かりたいのに全然水が出。温泉行こうか。温泉かい。吹上温泉って知ってる？いや、知らん。山ん中の沢に温泉が湧いてんだって。天然の露天風呂。おう、行くべ。行こう。いやいいんじゃないかい。いいんじゃないかい。いや、あれこれだけかい。見たい。いやー、ワイルド。旦那、あ、ハウドゥッドゥッド。なんかいたかい。本当言うとね、父さんともう会えないかもしれないね。どうして、どっかの引っ越すのかい。分かんない。でも純くんとダメみたいだから。なんか
あったのか。少し楽しい夢見すぎちゃった。どうしてダメなんだ。昔のことがね、引っかかってるみたい。昔のこと？私の。人に言いたくない昔のこと。言ったっていいのよ、私は別に。だけど、それ聞いて、ジュン君、どんなの？ちゃん、どうしたんだ、こんな朝早く。どうしたんだ。私ね、今日の午後お嫁に行くの。彼が急に転勤で東京に行くの。純くんのこととっても好きだったわ。多分今も。式どこであげんだ。何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は浮き輪に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。すぐ北時計行け。しゅうちゃんが待ってる。父さん。え。はい。もういいんだよ。終わったんだ。どうして？俺が悪いんだ。もう済んだんだよ。お前悪いと思ってんのか。ああ。
うして謝らないんだ。落ちるけど石鹸で落ちない汚れってもんもある。人間長くやってりゃどうしたってそういう汚れがついてくる。そういう汚れはどうしたらいいんだ。ごめんなさい。東京での私のことを書きます。ある日駅前の電気屋さんのウィンドウに小さくて素敵な CD デッキ見つけて欲しくて毎日見に行ってました。何日か目に店のおじさんがニコニコ出てきて私に笑いました。映画に出る気ない？いいお金になるよ。胸がもうどんどん音を立てて鳴りました。約束の日におじさんと新宿の事務所に行きました。カメラテストをするから少しスカートをめくってみせて。優しいお兄さんが笑っていました。もっと上までパンティーの線までいいか、えいってめくってあげました。ちょっとブラジャーを外してみる。こんなの今度の日曜ヤンビ36デパート行かねえか。CD デッキの出物があんだ。時はそこからまた3年流れる。ホタル来たか。ホタル、すいません。今朝かな、いきなり電話してきて駅前の喫茶店でお茶飲んだんだ。金貸してくれってあいつ言うんだよ。お前に連絡取ったのかって聞いたら、お前にも親父にも伏せといてくれって言うから、どういう事情だって俺は聞いたんだよ。だけどあいつは
何も喋らん。黙って金だけ貸してくれっちゅうんだよ。ちょ、あいつなんだか様子が変だったぞ。まあ母親の方は一晩様子見て。はい、わかりました。うん。蛍、蛍じゃねえかおい。なんだこの野郎。おい、色っぽくなっちゃった。おい、よく来た来た。いやよく来たよく来た。お前ちょっとやったんじゃよ。ちゃんと食ったのか。よってなんだ。なんだおい、どうした。まあ落ち着こう。俺も今日は疲れた。牛が3頭も生まれあって。それと兄ちゃん、 お金貸してくれない。多いぞ。いくらだ。今いくらだったかな。できれば20万。なんだそんなもんでいいのか。それだったら大丈夫だ。一服させろ、すぐ用意する。ありがとう。彼氏はどうしたんだ。根室で一緒に暮らしとったんだべ。終わった。そうか、終わったか。物には必ず終わりがある、うん、赤ちゃんいるの。今このお腹に別れた人の赤ちゃん。相手は何つってんだ。相手には言ってない。勇気ない。一人で私産むの。産んで育てるの。これから話すことはお前にとって大事な話だ。どうしたの兄ちゃん。お前結婚しろ。相手は蛍だ。結婚しろ。なんだよ兄ちゃん、やぶから棒に。笑うな。笑い事でね、笑ってる時間はねえんだ。マジな話だ。ただし小さい問題がある。あいつの肌に今赤ん坊が入ってる。その野郎の子だ。別れたやつの。この前ホタルに打ち明けられた。ほら感動した。あいつの決断にほら感動した。だけど兄ちゃん、そんな簡単に。第一、おたちゃんが納得するかどうか。小吉、お前にとって黒板家は家族だ。最終的に家族守ることはお前ら自衛隊にいた人間の務めだべ。帰った。おう、帰った
た兄ちゃんか。やっぱりね。それで結婚してくれ、俺の嫁さんになってくれ。相変わらず。何よ、いきなり現れたと思ったら。聞いてんでしょ、蒼太兄ちゃんから。私お腹に子供いるのよ。いいじゃないか、それを俺たちの子供にすりゃ。簡単に言わないでよ。蒼太兄ちゃんに何か言われてきたんでしょう。いや、蒼太兄ちゃんは関係ねえんだ。これはもともと俺の中にあったんだ。気を使ってくれなくていいから。これを見てくれ。覚えてるか、これ。昔あの火事で焼けしまった丸太小屋で、正月に純也、蛍ちゃんとこには年賀状が来てたのに、俺には誰からも来なかった。そしたらタちゃんが俺宛てにこれを。多分俺あの頃からお母ちゃんはずっと。翔ちゃん、ありがとう。そういう気持ちだけは本当に。十分もらったから。そんなもん買っていいんだ、俺の趣味だ、ほっといてくれ。おかしいんじゃねえか。小吉が一体どんな具合に蛍を口説いたか僕は知らない。とにかくいきなり話なんだ。どうしたんだよ。実は子供ができちまった。本当かよ。本当だ。今何ヶ月。うん。早く殺さないとヤバくなるぜ。結婚したいんだ。マジかよ。マジだ。相手はどこの家。実は蛍ちゃんだ。申し訳ない。妹だぞ。たった一人の俺の妹だぞ。ホタルショー、ホタ
もぎたて、今そこで燃えてきた東急だ。食べろ。ああうまいよ。今年は最高だ。食べろ。おじさん。どうしたの三人とも。リラックスしろ。な、食べろ。こい。ホタルちゃんに結婚を申し込んだんです。ホタルちゃん受けてくれました。おじさんの許可が欲しいんです。けどこいつにはおじいしに終わったとっくに。実はもうお腹に僕の子供がいます。すいません、話が後先になってしまいました。おやじさん、ホタルちゃんを僕にください。有機農法で頑張っている親しい農家の幹事のところに事件が起きたのはちょうどその晩の出来事だ。どうしたんだ。あっちの畑に疫病が出て隣接地だから蒼太さんに知らせたら、いきなりトラクターで乗り入れてきて俺の畑に病気移す気かって。どうするんだ一体。こんなに借金膨らましまって誰も肩代わりできんって言うとるぞ。ここまで来ちまったらしまいだわ幹事。これ以上みんなに迷惑かけたくなかったら家も土地も置いて裸一つでここからさっさと出ていくことだな。幹事の一家が富良野から消えたのはその冬のことだった。俺最近の兄ちゃんのやり方わかんないよ。
るで人間変わったみたいだよ。 それ成功してるってことはすごいと思うよ。それは思うよ。だけどだからって成功するためなら何してもいいのかって、このままだと俺兄ちゃん嫌いになりそうだよ。兄ちゃんのこと俺尊敬してたのに。幹事のこと言ってんのか。もちろんそれもあるよ。だけどそのことばっかりじゃないよ。幹事のことなら被害者はこっちだ。あいつがこさえた農協への借金の数字は半端なもんじゃなかった。危ないぞって俺は何度も注意したんだ。なのにあいつは忠告無視で無農薬の中に飲み込みやがった。無農薬っつうのはお前金がかかるんだ。誰に吹っ込まれたのか案内やり方にまるでガキみたいに飲み込みやがって。そのガキみたいな感じの土地を結局10兆も手に入れたんだろ。借金してた。だけど俺らの借金は幹事のとは違う。ちゃんと生かす見通しがあってだ。家はどうやって生かすのさ。あの家がなんで必要なんだ。家や中の家具やさっき言ってたトラクターや。5000円に叩いたっちゅうトラクターかね。あんた誰よ。幹事とちょっとつながりのあったもんだ。肝心に農地の拡張を進めといて失敗したら骨までしゃぶるか。立派なもんだ。わしは真似できねえ。農協に文句言え、組官に文句言え、今の仕組みに文句言うんだな。俺は今流にやってるだけだ。やめてください。すんなよおじさん。俺たち農家の者はこうでもしなかったら今の時代生きていかれねえんだよ。そうだ兄ちゃん。あ、ジュ、悪いけど取って。もしもし、森のろうそく屋です。ソタニちゃん、八田岡で倒れたトラックに潰されて死んだって。
遅くにね。ソータさん、一人でニングルテラスへ来たのよ。お店でしばらく話してた。ホタルはこれでなんとかなった。小吉に任せたからもう安心だ。あとは純のことだ。純がとっても心配だって。あいつが自分をどう思おうと、あいつは弟だ。だから自分はあいつが心配だ。いつもと全然違うのよ、ソータさん。出るんじゃないか、私思ったわ。だから私笑って。じゃあごめん、こんなこと、こんな時私成田のおじさんと新宿さんから急にその話を持ち出されたのは、正月に入ってしばらくしてから蒼太兄ちゃんの家に集まった時だ。話ってのはな、ここの牧場の今後のことだ。愛ちゃんともいろいろ相談したんだ。先輩は生前お前と小吉にこう手伝ってもらいたかったらしいな。そういう話あったんだろ、そうだから。はい。どうだ、お前らやってみる気ないか。その頃父さんも蛍のお腹の子のことで何かその裏を感じ始めていたらしい。ホタルのこの話、ソータに聞いたよ。ホタルも随分大胆なもんだな。相手にはまだ全然言ってないんだって。相手って小吉のことかい。小吉に言ってないって何のことだい。あ、そうか、なんだ、勘違いしたい。ない？いや、いい湯だ。いよいよあと3日か。お前、おじいしの先生のこと完全に忘れることはできたかい？できた。忘れた。どうぞ。いい。
そう、父さん。どうした？父さんのこの匂い、先に言い出したことだ。親父も俺もお前に対しては本当に心から感謝してるんだ。どういう意味だ？それだけの意味だ。もう、いつだったか曽谷ちゃんに俺ははっきり言われたことがある。お前にとって黒いだけは家族だろうって。そう言われて俺はすごく嬉しかった。もともと俺はそう思ってた。だから余計なこと考えるな。蛍ちゃんのことは任しとけ。よろしく頼む。分かってる。ここで皆様に一つのことをご報告しようと思います。花嫁の蛍さんには、幼い頃より蒼太兄ちゃんと兄のように慕っていた北村蒼太という男がおりました。蒼太兄ちゃんはこの日を待たずに事故でこの世を去りました。北村蒼太さんの未亡人愛子夫人をご紹介します。蛍ちゃん、小吉くん、おめでとう。ごめんね、うちの人最後まで見ないで行っちゃって無責任だよね。でも
あの人本当に蛍ちゃんの結婚嬉しくて嬉しくてたまらなかったんだ。去年からもうスピーチの練習夜中にこっそりやってたんだよ。実はね、2、3日前蒼ちゃんの部屋整理してたらカセットから蒼ちゃんの声が出てきたの。かけてもらって構わない？初吉、ホタル、おめでとう。お前らが出来上がって、出来上がってはおかしいか、なんだ、お前らが一緒になることになって、お兄ちゃん嬉しい。涙が出るぐらい本当に嬉しい。だけどきっと一番喜んでいるのは五郎治さんだと俺は思う。うん、おじさんは本当に喜んでると思う。ホタル、お前忘れたら罰当たるぞ。お前が今生きて一丁前になって腹に赤ん坊を押し込んじまって初吉っていう素晴らしい男つかんで幸せのてっぺんに今いられるのはみんなお前の親父さんのおかげなんだ。あの頃のことをよくオラ覚えてる。布部の駅に迎えに行った時、親父さんに連れられて出てきたお前ら、いやもやしみたいにこましゃぐれた純と腹がぷくっとまだ出っ張った幼児体型のちっこいお前、そのお前らを二人抱えて親父さんがどんなに苦労してきたか。パイプの水を溶かしてた親父さん、夜中にお前らの寝ている脇でお前らの服を縫ってた親父さん、弁当作って届けた親父さん、まだ思い出したら涙出ちまった。下げくれ。覚えてる、覚えてる、お父さんも、話明日聞くからね。ちょっとお父さん起きてよ。あ、風邪ひくから。
それが今思い出す僕らの家族の断片的な20年のアルバムだ。